大方貧乏な旗本が口減らしのためにせがれを大奥にねじ込んだのであろう。そのなりを見ればわかるわ。どうだこのドブネズミ色の着物、それにこのまげときたら細うてしかも広々と酒焼きをそり上げてみっともない。ハゲ頭を隠しておるのかなあ。なんでみっともねえな。どっちだこのおかちめんこ。酒焼きってのはな、戦国の世の男たちが兜かぶった頭がのぼせねえようにって噛みすった、いわば侍の証なんだよ。それがなんでいい年して若衆曲げなんざ言ってる方がよっぽど薄気味が悪いぜ。若衆って面かどうか鏡をよく見てみな。な、何を申すか貴様。だいたいこの曲げはわざと細くしてんだ。今江戸で一等流行ってる頭がこれなんだよ。それに着物は確かに上物じゃねえが、茶ネズの色は江戸っ子が争って着る粋な色だぜ。田舎者はどっちでこれやぼてん。